トヨタセーフティーセンスは、トヨタ自動車が展開する予防安全パッケージである。ここでは、日本国内向けに展開されている、トヨタセーフティーセンス C とその上位版である、トヨタセーフティーセンス P 及びレクサスブランド向けの、レクサスセーフティーシステム、並びに、その機能強化型の、レクサスセーフティーシステム A を中心に記述する。シエンタ G クエロドイツのコンチネンタルが開発を担当し、2015年3月に実施されたカローラアクシをカローラフィールダーのマイナーチェンジで初搭載された。レーザーレーダーと単眼カメラを単体のコンパクトユニットに統合し、以下の3つの安全デバイスによって構成される。なお、本パッケージの上位版であるトヨタセーフティーセンス P が2017年12月に 第2世代へ移行したことに伴い、2018年4月に実施されたアクアの一部改良以降、名称がトヨタセーフティセンスに統一された。同時に、本パッケージの構成機能の一つであるプリクラッシュセーフティは、昼までの歩行者検知機能を追加した改良型が登場している。採用者種ビコーランドクルーザー ZX デンとコンチネンタルが開発を担当し、 2015年8月に実施されたランドクルーザーのマイナーチェンジで初搭載された。プリクラッシュセーフティはトヨタセーフティーセンス C のレーザーレーダーからミリ波レーダーに変更され、昼までの歩行者検知機能を有する。当初は伝送製のユニットのみが搭載されていたが CHR からはトヨタセーフティーセンス C と同様にコンチネンタル製ユニットが採用され、 以降は2社の分担で担当されることとなる。2018年5月に実施された CHR の一部、改良以降、トヨタセーフティーセンス C と同じく第二世代に合わせて名称から P が外された。搭載車種によって際はあるが、以下の機能から構成される。採用者守備工レクサスブランド車に搭載される予防安全パッケージ。2015年8月に発売された LX に、 搭載され初登場。機能的には、トヨタセーフティーセンス P に準じるが、各機能の名称が、トヨタブランド車と、多少異なっている。また、レーンキーピングアシストは本パッケージのみに設定される、機能である。また、LS は2018年8月実施の一部改良において、後日の、レクサスセーフティーシステム A や、第2世代トヨタセーフティーセンスに準ずる機能を、 追加している。採用車種ビコ LS500H 回スポーツ、レクサスセーフティーシステムでパッケージ化された、各種機能の性能を向上させるとともに、先進の予防安全技術や、高度運転支援技術、レクサスコドライブを新たにパッケージ化している。また、大型ヘッドアップディスプレイや、マルチインフォメーションディスプレイによる、 支援状況の通知で直感的に分かりやすい支援を実現している。2017年10月にフルモデルチェンジを実施した LS に初搭載。なお、カメラ機能はレクサスセーフティーシステムの単眼カメラとは異なり、4代目 LS に採用されたステレオカメラを装備する。2017年11月、大幅な機能強化を行った新世代の予防安全パッケージとして発表。 同年12月にマイナーチェンジを実施したアルファード及びベルファイアに初搭載された。名称及びパッケージとしての展開はトヨタセーフティーセンスに統一し第1世代のトヨタセーフティーセンス P に対して以下の機能を強化、追加している。以下の機能は第1世代から引き続いてパッケージ化されている。また第世代より各機能の名称には 略称が付記されるようになった。採用者守備校、ありがとうございます。